どうも、サムダイです。それでは、早速、最強インテレオンに挑んでいきますんで、よろしく、お願いいたします。サムダイゲームズ、やっていく。では、早速ね、行ってみようと思います。ソロでね、挑戦していくわけなんですけども、まず、普通に戦いに行ってみて、その後にですね、ゲットしたインテレオンの紹介と、今回使用したポケモンについて詳しく見ていきますので、よろしく、お願いいたします。さあ、それでは、やってまいりました。経験会でね、まず挑戦していこうと思います。相手は氷テラスのインテレオンということでね、白い霧から来ましたね。なるほど、白い霧から来ました。包まれていく雪景色おー、ダブルパンチですね。なるほど、ちゃんとね、氷特化したインテレオンになっているようです。ならばこれはどうしよっかな。はじめ、まあ普通に泥かけから攻めてみますか。命中率、波ダメだと波ダメで根気を下げてくるという、なかなかに大変な感じになっておりますね。泥かけから攻めていきます。命中を下げます。さあ、麻痺で、なんとかね、ヘビにらみやっている形にはなってるんですけど、波ダメ、待って、波ダメちょっと波ダメそんなに来るの。おー、オッケーです。さあ、泥かけしていくんだけど、あ、まあ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 、そっか、命中下がんないのか。さあ、では、ドレパン。いや、こっから狙い撃ち。おー、来ましたね。例の狙い撃ち。こっから来ると。あ、まあ、でも、効果抜群のこのドレインパンチで、あ、急所か、今のは。なるほどね。回復していくことができます。よし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 。ただ、まだ急所に当たってないですね。インテレオンは痺れて動けない。そしたらこのままドレパンでいいのかな？普通に。あ、まあ、待った。今ね、テラスタルできそうだったけど、やんなかったな。間違った。効果抜群。さあ、ここで、経験下に回復していくけど、まあ、そんなに回復はできませんが、こっからですね。さあ、エネルギーが集まり始めました。こっからさらに私はですね、ステータスの効果をかき消してきた。まあ、問題ないでしょう。テラスタル状態になって、ドレインパンチ。これを当てていきます。さて、どのぐらい当てることができるのか、これで回復能力がね、どのぐらいになるのか、注目ポイントになってます。格闘タイプのテラスタル、危険カニのドレインパンチでどこまでいけるのか。さあ、狙い撃ち。いやー、どのぐらい、おお待って、急所一撃、これはやべえうわー、ダメだったダメだったけど、わかった。だったらこれは、この世猿さんで行ってみる。まず白い霧とかやってくるんで、これがね、相手の能力を下げたりできないんだね。雪景色やってこられてしまう。さあ、でも大丈夫。雪が降り始めて防御力がアップしているんだけど、こっからね、まずドレパンから攻めていこう。よし、ドレインパンチから攻めていく。さあ、吹雪吹雪覚えてるんだね。おー、強っ。吹雪強い。おー、オッケーオッケー。まあいいでしょう。さあ、これで回復していく。よし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 。とりあえずね、これで回復していきながら殴っていきます。貝殻の鈴も持たせているんでね、だいぶ回復能力も高いんではないでしょうか。さあ、こぼれ種とかのね、影響も受けていきつつ、このままドレインパンチで攻めていく。さあ、どうだ。吹雪吹雪来るね。お、吹雪めっちゃ打ってくるじゃないですか。あ、でもこれ命中率そんなないでしょうね。ドレインパンチ当てていく。吹雪当ててくる。よいしょ。おー、食らうね。食らうね。うわ、凍った。そっか。凍る可能性あるか。だとすると、あ、これは厳しいわ。さあ、それじゃあ分かった。もうこれは鉄の貝で行くしかないということが。さあ、雪が降り始めてくる。で、今回ですね、隠密マント。さらに、春太鼓を忘れさせて、剣の前をね、持ってきました。吹雪で凍ってしまう。まず、吹雪で凍ってしまうという、この状況をね、どうにかしていかなければなりません。ぐんと上げる攻撃力。こぼれ種のおかげでね、なんと回復もしていただけるのは助かるぜ、オリーバー。さあ、じゃあ、こっからドレパン。いや、ほら、吹雪来るもん。怖い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 。吹雪が怖え。何よりも吹雪が怖いですね。さあ、ドレインパンチ。おー、まあまあいいんじゃないですか。これだけダメージを与えることができれば、まあ回復できると。よし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 。さあ、じゃあ、こっからさらに吹雪。よー、よかった。隠密マント持ってきてよかった。これ、だいぶ凍るからね。凍り率が尋常じゃなかったんで、このままね、行きます。ほら、みんな凍ってくもんね。かわいそうに。周りのみんながみんな凍ってくもん。さあ、では、
あ、連続吹雪ですね。まあいいでしょう。ここはね、吹雪をやられようとも、このままドレインパンチを出していく。よしよし。ドレパン行きました。さあ、OK だね。これを繰り返していけば、そこまでダメージを受けることもなく、さらに回復能力がね、とても高いです。よし。さあ、インテレオンが照らってきた。うわー、どうだ、これ。あ、打ち消してきたね。打ち消してきたんで、ここでもう一回剣の前をやっていく。うわ、波ダメだ。これは、やだね。波ダメはやだな。まあいいでしょう。同じタイミングで、この剣の前ができたんで、とりあえずよしとしましょう。よしよしよし。波ダメ、2連続か。波ダメ2連続来ちゃうか。オッケーオッケー。まあいいでしょう。じゃあここで、ドレパン。出して、照られる状態になっていきます。そこまで食らわないな、でも。あ、そこまでダメージを負わせることができないんですが、まあ、剣の前、やっていく。よし。うわ、3連続波ダメ。ちょっと待って。3連続波ダメなの。おお、まあいいでしょう。下がったならば、その分は取り返す、剣の前。よしよしよし。さあ、取り戻した。取り戻したけど、波ダメ3回食らってるからな。うん。これちょっとえぐいぞ。だよな、攻撃1しか上がってないもんな。ってなると、ここでもう一回だけ剣の前積んじゃおう。よし。吹雪。吹雪は食らってもそんな痛くないから。吹雪食らう。まあ痛いな。痛かったな。うん。まあいいや、剣の前やって、攻撃上がります。3段階だね。こっから波々が入っても大丈夫。で、オリーバのおかげで回復もできていて、ここで照らった状態でドレインパンチ。これでいこう。よし。さあ、吹雪。うわー、吹雪来るね。100% 当てるじゃん。100% 吹雪なんだけど。おー、それがえぐいね。何よりも。まあでも3段階上がってるこのドレインパンチだったら、まあまあ、ダメージを与えることができるようになっております。オッケー。さあ、このまま行きましょう。ドレインパンチ。さあ、ここで吹雪はやられ、あ、外した!珍しい!珍しく外した。さあ、ドレインパンチ行ってみますか。オッケー。これで、シールドを砕くことができましたね。オッケー。やったー。猛攻に耐えきれずやってきました。白い霧が来た。ここでまた白い霧出してくんのか。なるほどね。シールド破壊と同時にね、また白い霧をやってきました。ただそれだけか。なるほどなるほど。じゃあ大丈夫だね。このまま殴っていきます。おし。ドレインパンチがいい。あー、雪景色やってきたわ。やっぱりやってくるんだ。雪が降り始めました。さてはて、ドレインパンチいきますか、また。ね、吹雪来たね。いや、なるほどなるほど。吹雪は基本的に使ってくるんですね。あと白い霧とか、あー、その辺やってくると、まあ大変な相手ではあるんだけども、まあそのままね、ドレインパンチやっていけば問題なさそうなんで、このまま削り切っていこうと思います。こぼれ種がマジで助かる。微妙な回復力でもね、本当にいいんではないでしょうか。あと隠密マント持ってこないと、これ確実に凍ってしまうと言ってもね過言ではないんで、隠密マントは重要ですね。うん。隠密マントは確実にね、入手した状態、装備した状態でドレインパンチやってみてください。そのようにしていただければですね、このように吹雪、まあ、基本吹雪と波ダメかな、その辺やってくるんですけど、波ダメ分、うん、剣の前でね、回復攻撃力もアップしていきまして、あとはドレインパンチでね、殴っていければ問題ないと思います。まあ2回連続で攻撃食らってもね、このように耐えることができる鉄の貝なだから、最後までこのように、削り切ることができました。よーし、いいぞ。ソロ討伐完了。鉄の貝なナイスです。インテレオンを倒すことができました。お疲れ。という感じでゲットさせていただいたインテレオンがこちらに、なっております。氷テレピーカー30個と143の技マシンゲットで、一番最初はね、確実に特製パッチがゲットできるようになっております。よし。そして鉄の貝なでいけるってことは、おそらくね、コライドンでもいけると思います。同じ方法でいけると思うんだよな。なので技もですね、ドレパン、剣の前、インファイト、嫌な音、この4つになっております。なので、まず剣の前から積んでいって、そこからドレインパンチだね。さっきと同じ方法。吹雪でどんぐらい食らうかだよな。おー、まあ効果抜群なんだけど、この分はね、回復できると思うんだよね。ドレインパンチで殴っていく。よし、ドレインパンチ。まあまあ、これでね、回復することができます。さあ、どんぐらい回復できる?おぉ、ほぼマックスだね。ほぼマックス回復することができました。ただ、吹雪がね、やっぱり痛いね。急所に当たってしまうとちょっとアウトだな。
さあ効果抜群、吹雪2連続。あ、これはもう無理だ。2連続はさすがに厳しいわ。まあもう一回登場させていくエコライドン。さあそしたらね、やけどとか負わせているんですけども、こっからもう一回、そうだね、まあ、剣の前積んでる余裕ないだろうな。トレパン行きます。トレパン行く。よっしゃ、トレパン。さあドレインパンチで攻撃していきまして、波ダメ。うわー、波ダメ厄介だね。波ダメがちょっと厄介なんだけども、厄介なんだけども、こっからさらにドレインパンチいきます。よし、さあドレインパンチで殴っていく。よっしゃ、ここまで来たらば、何を食らう？吹雪。まあこれはね、最悪食らってもいい。うん、ここは最悪食らって、まあそのぐらいか。オッケーオッケー、だったらいける。ここはちょっとね、一回もう一回やられよう。うん、わざともう一回やられます。よっしゃ、インファイト。さあ確実に当ててくる吹雪で沈みます。まあいいでしょう。さあ2回やられて再登場。ヒヒ色の鼓動で太陽が輝き出します。で、こっからあ、待って、テラスタル状態になって剣の舞、継ぎますね。これで弱点のドラゴン部分、氷でやられていたんだけど、そこをね隠すことができます。よっしゃ、そっからの剣の舞で、攻撃を2段階上昇させていく。さあ剣の舞を使う。さあ剣の舞を使いまして、攻撃がぐんと上がります。さあこれで吹雪を食らっても、隠密マントをつけているんでね、そこまでダメージを食らうことはありません。さあドレインパンチ、こっからドレインパンチは同じだね。どのぐらい与えられるか。あー、いけるいける、このぐらい回復すれば OK ですね。よし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 、時間がもう厳しいんで、ここでインファイト当てていく。アクセルブレイクでいいけどね、なんでインファイトなんだろう。インファイト、お疲れ様。危ねえ、結構ギリギリだけどね、コライドンでも余裕で勝つことができました。よーし、お疲れ。サムライゲームズという感じでゲットしたインテレオンがこちら。インテレオンさん、テラスタイプは氷になっておりまして、技はですね、吹雪狙い撃ち、悪の波動、そして波ダメが入っていたというね、ここに入れてくるかというところに入れてきましたね。で、特性はスナイパーになっておりまして、特攻がやはり、上がりやすくなっておりました。結構強かったもんね。しかも吹雪の氷率が異常に高い。冷静な性格のインテレオンさんでした。そして私が使わせていただいたポケモンがこちらの鉄のカイナ。テラスタイプは格闘になっておりまして、持ち物は隠密マントを採用しております。技はドレインパンチ、剣の舞、インファイト、ワイルドボルト。まあ覚えるのはドレインパンチと剣の舞だけでも大丈夫ですね。念のためにインファイト覚えとくとさらにやりやすくなるんじゃないでしょうか。努力値は攻撃と特防に振っております。これはですね、この最強インテレオンに関わらず他のレイドバトルでも基本的に鉄のカイナは攻撃特防に振ってあげると生存確率が高くなるんでね、今まで作ったことのある方はおそらく剣の前の部分は腹太鼓になっていると思うんで、確実に行くんであれば、剣の前に変えていただいてね、それで殴っていただければなと思います。性格は意地っ張りですね。あと鉄のカイナは、バイオレットバージョン限定ポケモンになっているんですけど、こちらのコライドンに関しては、スカーレットの限定ポケモンになっております。持ち物は同じく隠密マントを採用しているんですが、タイプがね、格闘ドラゴンってことで、向こうのインテレオンの、氷タイプ技、吹雪がね、もろに刺さります。そこだけが問題ですね。まあ実際に一回やってみて勝つことができましたし、技はね、ドレインパンチ、剣の舞、インファイト、嫌な音になってるんですが、これは普通にこちらの、コライドンの技アクセルブレイクで大丈夫です。今のうちに変えとこう。よし。そして努力値は HP と攻撃に振ってありますね。この子も意地っ張りな性格になってます。あと、もしですね、マルチでニャイキングが4体揃う時であれば、こちらですね、命の玉を持たせたニャイキング、技はアイアンヘッド、嫌な音、剣の舞、日本バレ。まあ、基本的にはですね、剣の舞か日本バレを使っていただき、あとはアイアンヘッドで殴っていくっていう感じでやっていただければ、いけます。特性はもちろんですね、夢特性の鋼の精神にしてあげてください。努力値は HP と攻撃に振ってあるんですけど、まあ、もしこのインテレオン専用にやるんであれば攻撃、そして、特防に振ってあげれば問題なしです。ぜひマルチの際にはこちらも検討してみてください。という感じでいかがだったでしょうか。他にもですね、このポケモンおすすめだよっていうのがありましたら、ぜひ、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。
そしてこれからもですね、ポケモン SV に関する動画だったり、この後インテレオンの参加型配信なんかもやってきますんでね、ぜひ一度来てみてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。